はい、山寺です。今ですね、明石に来ております。これからですね、明石のジェノバラインですね、淡路島に行くあの船があるんですけど、そのねすぐ近くにあるね緑食堂さんですね、ちょっと緑食堂さんでね、飲み食べしてみたいと思います。ちょっと初めて行くんで、撮影許可降りるかどうか分かりません、正直ね。ちょっと行ってきますわ。あのジェノバライン乗ったらね、淡路島に行けるんですよ。でね、そのすぐ近くにあるのが緑食堂ですわ。こちら緑食堂さん行ってみますわ。なんかちょっと魅力的やん。定食とかもあるしね、なんかこう魚類、明石やから、ほらタコの煮付けとかね、これ見てください、これ明石タコのなんかうまそうやろね。これはいかなあかんやつと思います。では行きます。いろいろね、取ってきましたよ。これは小エビでしょ、でおからで大根おろしにイワシの煮付けですわ。ここね、店のなあのところに、ね、ショーケースがあって、その中におかずが入あの容器置いてある大衆食堂ですね。無事ですね、撮影許可がおりましたよ。一応ね、たまたま気づいたのが、柱のところにね、撮影ペケとなってるんだけど、一応許可をいただきましたんでね。まずはですね、ホワイトホースのハイボールですね、これが410円ですね、いただきたいと思います。うまい、ほんまに美味しいわこれ。これがですね、明石だこの入ったですね、だし巻きですわ、530円。なんかこうちょっと箸の方、タコが入ってないところ取ってもらったら、まあちょっとタコと一緒にね食べますわ。ほんまにちょっとごめんなさい、いただきます。めちゃめちゃうまい。やっぱりね、タコが違うわ、何よりか。タコが違う、うまい。いいですね、こういうなんか大衆食堂っていうのはすごく嬉しいですわ、山寺は。小エビの唐揚げですわ、430円。小エビの唐揚げって美味しいですよね。いただきます。あ、美味しい。なんかね、プリプリですわ。なんか、なんていうの、パサパサした小エビじゃなくてね、プリプリの小エビで、なんか揚げ方がいいんでしょうね。うまいわ、うまい。またこれハイボールが合うわ。またホワイトホースのハイボールなんでね、めちゃくちゃ美味しい。いいんですね、このおからですわ。おからもなんか具沢山なんですよね。これは絶対美味しそうなおからですよね。濃いめの味付けで、うまい。具もね、たくさん入っててね、その具もね、しっかり煮込まれてるというか、柔らかくできてるんで、これご飯と食べたいわ。おからって意外とね、ご飯のおかずになるんですよ、山寺的にはね。うまい。あ、この食堂いいですね。ここは緑食堂さんなんですけどね、ちょっと私は初めて来ましたけども、なかなかね素敵な食堂ですよ。しかもこれ朝から飲めますからね。明石で座って朝から飲めて、こんないろんなおかずが食べれるってなかなかいいと思いますよ、皆さんね。
でここからすぐに淡路島も渡れるしね、ゼノバライに乗ってね、まあ、実は後で淡路島行くんですけどね、淡路島行く前にちょっとお腹減ってるからね、お腹減ってるからちょっとね、ここでね飲み食いしてますよ、次ですね、イワシの煮付けいただきます。もう丸ごといけますね、骨までね、柔らかくね、煮込まれてて、うまい、新鮮やね、新鮮なイワシですわ、結構光ってますもん、僕の頭みたいに、うまい、これは美味しいわ、もうね、骨はあるけど、もうこうね、なんていうのかな、気にならん骨ですね、ちゃんとこう、かじれるというか、うまい、味付けも絶妙ですわ、いいっすわ、ここね、おすすめします皆さんね、いろんなおかず、自分の好きなおかずをとって食べれるしね、まあ、もちろん定食もあるし、いろんなのね注文できるんですけども、うまい、とにかくうまい。次ですね、じゃこおろしですわ、もう酒飲みが好むあてですわね、うまい、このしらすですね、うまいわ、すっごい味があるしらすでね、やっぱりいいね、やっぱりこの海が近いところで食べるものっていうね、海藻ちゃうわ、海鮮ものね、うまいですね、やっぱ海が近いだけでなんかこう美味しく感じるのか、いや感じるというか実際に美味しいからね、もちろん近くに魚棚市場とかもあるんで、やっぱりね魚介類が新鮮なものを食べると思いますわ、大阪からね30分ぐらいで来れるんですよ明石ってね、だから、ね、皆さんもねよかったらね明石とかに出向いてきてみてくださいよ、まあ、意外とね早く着くんですよ本当に、私ね今日ね9時半の電車乗ったんですけどね、もう10時過ぎに明石着いてましたからね、大阪からね9時半乗って明石10時過ぎに着きます、30分ほどで来れますからね、割とねこう意外とこう気軽に来れます、ほんで気軽に来れて旅行気分も味わえてね、ちょっと美味しいこう海鮮ものも食べれていいと思います明石は、まあ淡路島行くんですけどねこの後は、このねイワシの煮付けもすっごい美味しい、もう食感がいいわこれほんまに、うまい、かなり美味しいねやっぱり、ね味付けもいいしね、もちろん素材ですねこれは、素材がねかなりいいですわ、うまい、次々と料理ができてき、ね、て陳列に並ぶんですけども、店内のね撮影はねNG みたいなんでね、まあ、しませんけども、私が食べてるとこだけね撮影させていただいてるんですけども、いいお店ですわこれ、緑食堂さん、ぜひぜひ皆さん来てみてください、本当にねいろんな豊富なねおかずがあって、もうねすぐ食べたい人にちょうどいいですね、すぐ食べたい人、山寺みたいな食いしん坊っていうか、僕はまあ食いしん坊ですけどね、まあ、皆さんはそんなことないと思うんですけども、僕は割となんかこうすぐ食べたい方なんで、もうここはサッと入ってきてサッと好きなものを取ってサッと食べれる、これぞ山寺ビームです、これね、このほんまにこのエビのね唐揚げやばいですよこれほんまに、なんで普通の居酒屋さんやったらほんまにパサパサした感じもあるんですよね、パサパサした感じのあるんやけど、これはねめちゃくちゃジューシーなんですよ、柔らかくて、なんでやろこれ、全然違うわほんまに、まつります、はい、今ですね緑食堂さんで食べてきましたけどね、ここはねもうかなり美味しいわ、魚のね煮付けとかなんていうの、エビのね唐揚げとかそういう海産物が美味しくてね、すごい良かった、ほんでねタコ入りのねだし巻きか、
あれも美味しかったわ、ここはいいわ、ここはまさで、ちょっとね今度はねご飯と一緒に定食食べに行きたいと思いますということです、もしよろしければ山寺の YouTube チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、それといつもですね山寺の YouTube 見ていただいて視聴者の方々本当にありがとうございます、感謝しております、お疲れ様でした、ありがとうございました。